南口袖ヶ浦駅は千葉県袖ヶ浦市奈良林にある東日本旅客鉄道内房線の駅である。改札口駅ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅である。2014年10月12日より新駅舎に移転した。出入り口は南口と北口が設けられており、自由通路で南北を結んでいる。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している。 業務委託駅で自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機、エレベーターエスカレーターが設置されている。旧駅舎は開業当初からの木造駅舎で、内房線では最古の駅舎となっていた。旧駅舎は南口側に設けられ、駅舎とホームは古戦橋で連絡する構造となっていた。 2020年度の1日平均乗車人員は4,402人である。JR 東日本及び千葉県東経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。袖ヶ浦市役所南口は、袖ヶ浦市役所、図書館などの立地する市街地である。北口は、袖ヶ浦駅会側特定土地区画整理事業が実施されており、 百合町袖ヶ浦駅前モール、東横インなどが立地するなど整備が進められている。北口は、浮ッ川を境に、木更津市となり、三井アウトレットパーク、木更津などは当駅寄りとなる。袖ヶ浦駅バス乗り場小港鉄道、日東交通、京浜急行バスが乗り入れている。バス停として、南口は袖ヶ浦駅、北口は袖ヶ浦駅北口が設置されている。 袖ヶ浦駅、北口バス停より発着。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。